皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今さら聞けないギターの話ということで、今回はエレキギターで絶対にやってはいけないことという話をさせていただこうかと思います。まあ、やってはいけないこといっぱいあるんだけれども、その中でもとりわけアンプとかを使うときに絶対にやっちゃいけないことあるんですよ。もうこれやったら本当にね、機材壊れるし、本当人に怒られたりとかするんで、ぜひ覚えておいてくださいませ。端的に言うと、電源を入れた状態でシールドの抜き差しはやめようね、絶対ダメだよって話なんですけれども、まあ、知ってる方も多いと思います。けど、なんでやっちゃいけないのか、なぜそれがいけないことなのか、それをうまく説明できない方はちょっと話を聞く必要があると思いますので、なんだろうという方はぜひ参考にしていただけますと幸いでございます。とりあえず大前提として、このアンプっていうのは消耗品なんですよ。音を出す装置、スピーカーとかアンプとか、これはまあね、ずっと使えるじゃ使えるんだけども、ある時に音がねスンって出なくなっちゃうの。だから基本的にはもう消耗品と割り切って、もう大事に使っていかなければいけないんだけども、使い方が悪くて、その絶対やっちゃいけないことを何回も何回も繰り返したりとかすると、もう最悪即死するし、痛める原因になっちゃうんですよ。で、まあ自分のアンプがさ、まあ壊れる分にはまあ100歩譲ってよしとしよう、よしとしよう。これがさ、リハーサルスタジオとかライブハウスとかの機材だと、もう全然話が違うわけですよ。だってまあ JCM とかさ、もう何十万もするアンプとかさ、もうジャズコーラスとかも今プレミアついちゃってるアンプとかさ、ああいったものを僕らは借りてるわけなんで、もちろん大事に使わなければいけません。で、その中でそうね、絶対やっちゃいけないこととかバーッとやったりとかすると、ライブハウスの人がもうめちゃくちゃ、もちろん怒るし、で、ほんとね、知らなかったでは済まされないレベルなので、ぜひ覚えていただけると嬉しいです。参考にしていただけると嬉しいです。で、その、まあ、前提として壊れるってことなんですけれども、じゃあいつ壊れるのか、なぜ壊れるのかっていう話になると、それぞれのアンプは必ずその自分のこのアンプそれぞれがその出せるマックスの音量ってものがあるんですよ。で、それを仮に100としましょう。100で、あんまりこのね、アンプからその100の音量出すって実はあんまりなくて、ほんとね、すごい音量だから、あんまりないの、実は。大体まあ言ってもまあね、30とか40とか、ほんともうスタジオにあるでっかいマーシャルアンプとか100で鳴らしたらもうとんでもなくなるんで、あんまり100で鳴らすことはないんだ。でもその100に近づければ近づくほど、アンプには負担がかかります。アンプがこうね、20、30でこうフフフフンってやってる分にはいいんだけれども、100に近づいて、うおー、うおーっていうのがずっと続くと、ある日突然アンプは、うおー、うおー、スプーンつって、突然音がうんともすんとも出なくなる現象が発生します。これはマジです。これはマジです。で、まあね、ある程度まあ普通に使ってても絶対その時は訪れるから、ある程度はしょうがないんですよ。けど、不用意に使って痛めることはしてはいけない。で、その中で、じゃあ、そのジャックの抜き差し、電源を入れた状態でジャックの抜き差しすると、なぜいけないのかっていうと、このね、抜き差しの時はね、その電気信号っていうのはね、アンプにとってね、180ぐらいの痛みなんですよ。100どころではなくて、本当もう200近い痛みがね、もう痛っつってこう急に来るの。だから、ちょっと経験がある人はね、知ってると思うんですけども、そのジャックの抜き差し、絶対やっちゃダメですよ。やっちゃダメですよ。電源入れた状態でジャックの抜き差しをすると、もうね、アンプがね、ブー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 ってね、すっごい音が出るんだ。その音、まあね、これちっちゃいんだったらそんな気にならないレベルだけれども、音量的にね、その僕らそんなね、うわーってびっくりしたりとかするレベルではないけども、アンプにとってはめちゃくちゃ負担なの、それ。ほんと大げさではなく、もうそれでね、即死するときもあるぐらいアンプはね、もう負担かかってしまうんです。だから絶対にやっちゃダメっていう流れなの。なんでかっていうと、そのアンプに負担がすごいかかってしまうから。って考えると、やることっていうのはすごい なんとなく見えてきますよね。必ず、アンプ、から音を鳴らすときには、まあ、シールドを抜いて、で、ボリュームを下げて電源を入れると。で、まあ、電源入れた状態でシールドを抜き差ししてはいけないというのは何だか分かりましたよね。でも、もう一つ。アンプのボリュームに気をつけましょう。シールドを挿して電源を入れます。まあ、これは OK です。けど、ボリュームがマックス100になっているときに、急に電源入れると、アンプはびっくりしてまたね、ボーンっていきなり音がするんですよ。普通に電気が通電した瞬間にその、ね、マックスの量がズバーンっていくから、それは、ね、僕らも驚くしアンプも驚くんです。で、その音、電源が入った瞬間のボボっていうそのノイズもアンプにとってはすごい200近いもう痛手になってしまうんで、それも NG だから、ここで皆さんに覚えてほしいのは、まず一つ、シールドの抜き差しは必ず電源を切った状態で行うということ。で、もう一つは電源のオンオフは、ボリュームを必ず絞った状態で行うこと。この2つを絶対に守ってください。
家庭用の小型アンプでもそうですし、でっかいスタジオのアンプとかでもそうですし、それはいつでも守ることが大事です。って考えてくると、だんだんそのやらなきゃいけないことっていうのは見えてくると思うんですよ。例えばそのアンプとギターの間にこういうエフェクターをかましましたと。でこのエフェクターとギターをつないで、ここからまあそのねアンプにつないで、でこのつないだ状態で電源オンって言って、あ、OKOK、できたできたと、電源入れたとしましょう。でこのボリュームを上げてるんだけども、上げていくんだけれども、あれなんか音が出ないぞ、あれ音がなんか出ないぞなんていう時に、例えばこのエフェクターのアダプターを入れてないことに気づいて、あ、そうだアダプター電源つながなきゃっつって、この状態でグッと電源を入れると、また同じことが起こるわけですよ。突然エフェクターが通電したことによって、ここから先に突然電気信号がボーンと流れることによって、またアンプがブッてこう、食らってしまうわけなんです。だからエフェクターの電源を入れるときも必ず、音量をゼロにするか、もしくは電源を切った状態にして、通電してここの回線をすべて安定させた状態にしてあげてから電源を入れるということをしてあげるわけなんです。そんな感じで考えていくと、なぜやってはいけないのか、そしてこういうシチュエーションのときはどうしたらいいのかというのが、なんとなくおのずと、分かってくるかと思います。まあ、ちょっとね、分かんないときもあったりとかするかもしれないんですけども、そういうときはもう必ずスタジオの人とかライブハウスの人とか詳しい人にこれってどうしたらいいですかって聞いてから動くようにしましょう。変にこう、ね、当てずっぽでこんな感じだべこんな感じだでとかやって、その突然通電してボーンとかやったりとかすると、もうすごいライブハウスの人に嫌がられるし怒られるんで、分かんなかったら分かんないと、素直に伝える心を、持ちましょう。そんな感じでございます。とりあえずこの動画で皆さんに覚えてほしいことは2つ。シールドの抜き差しは必ず電源オフの状態で行う、まあボリュームゼロでもいいんですけども、まあ、必ず電源を切ってから行うということ。でそのもう1つに関しては、ボリュームですね。ボリュームを必ずゼロにした状態で電源のオンオフをすること。この2つを守ってください。そうするとアンプを、不必要に、痛めることはないかと思いますので、覚えていただけますと幸いでございます。そんな感じでございます。そんなノリで、まあ、今更聞けない話シリーズみたいな感じで、もし皆さんなんか疑問とか、ね、質問とかがありましたら、コメントの方にバシバシと書いていただけますと幸いでございます。その中から面白いと思ったものを、バシバシと紹介していこうかと思いますので、ぜひともお気軽にコメントしていただければ幸いでございます。それでは今回も最後まで動画ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。の前に、私か滝沢克成、Java 会という、YouTube メンバーシップ、つまり有料会員みたいな、そんなサイトといいますかコミュニティを作っております。そちらの方ではですね、なんかその会員さん同士の交流だったりとか、僕 の, その限定プレゼントとか、なんか僕と の, そのなんかこう質問うんたらかんたら、ラジオうんたらかんたらとかね、そういったいろんな特典を用意しておりますので、もしよければ、ご入会ご検討いただけますと幸いでございます。この辺にコミュニティはピピッとカードが出てきて、これをクリックすれば、動画に飛べるかと思いますので、もしよければそちらの方もご検討くださいます。よろしくお願いいたします。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。